皆さんどうもこんにちは。筋トレしなければと思いながら今日もゴロゴロうプ主のミーです。用事があるのに遊んじゃう、不安だよ。こいつらの根性を叩き直す必要があると思ったマリサだぜ。ということで本日は、シーフパズルというゲームを遊んでいきます。棒人間をなんとかしてなんとかするゲームでしょ。なんとかってなんだよ。棒人間のある特殊能力を使って盗みまくるゲームだよ。盗むために能力を使うなんてとんでもねえ。その能力がどんな能力なのかは、ゲームをスタートしたらわかるよ。それじゃあ早速ゲームスタート。お目当てはあのカバン。なるほど、腕が伸びるんだな。この能力を使って盗めってことなんだね。でも今みたいに目的のアイテム以外に触るとアウトになるから要注意だよ。ものすごいシュールな光景なんだけど。私のカバンは。と、このように腕を伸ばして盗みまくっていきましょう。お年寄りのものまで狙うなんてクズすぎる。このクズの腕はなぜか伸びるんだよね。伸ばすのなんか痛そうなんだけど。こら、何しとんじゃわれ。おばあさんの強烈な平手が決まりました。うまくあの手すりを使わないと取れないっぽい。ばあさんの足に触ってどうすんだ。このゲーム結構当たり判定厳しいから気をつけないと。十分に腕を伸ばして、よし、完璧。あっぶねえ。この人、ばあさんだったのか。あまりのショックで人が変わりました。どんどん盗みのテクニックをつけていこう。続いては反対の道路で談笑する女性の荷物。はっはっは、こりゃ楽勝。あなた私の荷物取った。食料品まで盗むのかよ。ただ伸ばせばいいのは簡単だね。自撮りに夢中の人の荷物を取ろう。不審すぎる。風船に腕を引っ掛けて狙いましょう。あいつ、なかなかいいサングラスかけてるじゃねえか。すみませんでした。あの髪型狂気だったのか。つい金目のものに触っちゃうのは泥棒のサガだよね。いかんいかん、あんなグラさんより。そしてつい足にも触っちゃう。変態泥棒かよ。泥棒はまだしも変態だなんて最低だな。変態の方が悪いの。今度こそあのカバンはいただきだ。塔まで利用するんかい。意外と小さい塔だったね。よっしゃー、今回も大成功。かと思いきや中身は洋服でした。こんなことならスマホを盗んでた方が良かったか。おい、相手も泥棒じゃねえか。相当警戒心が強いだろうから気づかれないように。この腕の長さに気づかないわけないけどね。お前が泥棒だな、逮捕だ。やったー、一発成功。腕が伸びてよかった。泥棒じゃなくて他のことに使え。あの子の近くに真珠欲しいな。ねえ、あの髪って触っても大丈夫かな。触ってみなよ。どれどれ。気づかれるんかい。髪はあの子のペットなのかもしれない。どうやって髪に触ったのがバレたんだ。もうあの髪には絶対触らねえ。髪に触ることなくさらっと真珠ゲット。不審な生き物は基本的に敵ってことだね。あ、なんで鍵がないんだ。あっはっはっは、あいつ閉じ込めてやったぜ。今回の目標はこの扉の鍵。あの声、悪友の次郎か。次郎からどうやって鍵を奪い返そうかね。何をするんだ、こいつ。ちょっとでも次郎に触ったら気づかれちゃう。これはなかなか難しいかもしれないぜ。泥棒らしい繊細な手つきが試されるよ。この角度からいけるか。よっしゃー、いけたいけた。おおじろう、よくもやってくれたな。イライラ棒やってる気分だったぜ。おいおい、真っ昼間からお熱いこった。腹いせにあの指輪もらっていこう。何すんのよ、この変態。ちょっと触っただけなのにボッコボコ。少しでも触るなってことだろ。水が吹き出てるから気をつけないと。そうだ、そっちからこっそり。ああ、手が滑った。これは怒られる案件だ。今度こそ指輪だけに。やった、あとは戻るだけ。どうだカップル、指輪ごちそうさま。こいつのせいで大問題だよ。どうすんだよ。大切なものは肌身離さず持っていよう。海賊のお宝、ぜひともいただきたい。ああ、ダメ、そっちは爆発する未来しかない。え、これ腕だけじゃなくて本体にも大ダメージだぜ。見えなかった。今度こそお宝に触ってやる。そうそう、それそれ。やったぜ、お宝いただき。うわぁ、30年かけて見つけた宝が。相当恨まれるだろうな。松坂流、楽しみだな。あのグローブ、すごく怪しい。あいつが罠を仕掛けたのかな。あっはっはっは、引っかかったな泥棒め。どうしてもあの松坂流を奪われたくないんだな。ふん、こんなの用意したって無駄だよ無駄。あっつあつの肉をよく持てるな。あっちー。バカだな、肉はまだあるのに。ちなみにこの前鍋で火傷しました。どんまい。ひぃ、物騒なものが真ん中にある。よし、今だ。ふぅ、こんな治安の悪い道路ってあるんだね。ねえだろ。長い腕は刃物に弱いからね。こちら定番のダイヤモンド泥棒です。定番なのか。レーザーに当たらないようにダイヤのところまで伸ばせ。へっへっへ、余裕余裕。
タイヤがなくなった、誰だ。少しの隙間さえあればこの通り。こんな場面でも構わず腕を伸ばします。ドアを開けてどうするつもりなんだ？ゾンビに気づかれないように。ああ、感染した。触っただけなのに。あの手に触れずにドアノブを触らなければいけません。これはなかなか緊張感があるね。おお、一気に行った。なるほど、複雑にしなくてもいい時もあるんだな。ゾンビを外に出してあげたよ。ワンワン。悪いなワンちゃん、そのお宝もらっていくよ。噛まれないのか。なんとか大丈夫みたい。へっへっへ、いただき。こら、泥棒だわん。結局追われるんかい。あのケーキがどうしても食べたい。どうしてこんなところにいるかは誰にもわかりません。空調のファンがあるからあれに当たれば大ダメージだぞ。伸びる腕をフルに活かしてケーキをゲットだ。伸びすぎなんてレベルじゃねえ。これで一周回って、ケーキにタッチ。おまけでもう一巻きしておこう。余計なサービス。よし、触った。あとは引き上げるだけ。忍者でもこんなことしねえ。またあんたかい、まったく懲りないねまあこっちとしちゃまたあのワクワクを味わえるんだからこんな金、安いもんさ。さあ今回はいくら分掴めるかな。ということで今回は以前一度挑戦したことがあるハンドレスミリオネアセカンドシーズンを実況していきます。このゲームは今画面に映っているようなゲームです。振り下ろされるギロチンに手を切られないようにお金を取っていくよ。おい霊夢、またこんなことやってお前は。ふっふっふっふ、脳汁がドバドバ出るわね。そんなに近かったら。とまあ、こんな感じになるから気をつけないとね。手遅れだよ。よし、右がダメなら今度は左で勝負だ。もし利き手じゃなかったらこっちの方が厳しいだろ。両手失って50ドルはひどいね。きー、悔しい。さあ気を取り直してどんどん掴んでいくわよ。このゲームは見ているだけでも本当にヒヤヒヤするね。ふう、危ない危ない。ステージ1クリア。こんなのまだまだお子様レベルよ。最高でステージ9まであるんだね。ひぃ、もっと早く掴んで戻れよ。まだまだ稼いでいくわよ。クリア。霊夢お前操作してて怖くねえのかよ。ええ、恐怖よりも大金を掴みたいという気持ち。これでつくかしら。工作じゃねえんだよ。まだ大丈夫よ。左でこのまま挑戦するわ。さっきは左手になって速攻でゲームオーバーになったから今度はなんとか頑張ってクリアしていってもらいたいね。あ、1000ドル袋。こんなアイテム前回はなかったよな。きっとシーズン2で新たに追加されたんだね。あともう少し。どうか切れるなよ。よっしゃー、全部掴み取ってやったぜ。こんなの心臓がいくつあっても足りねえな。ギロチンが2台。嘘でしょ。ギロチン1台の時の方がよっぽど可愛かったぜ。あら、何か見覚えのないものがあるわね。あれは何かのアイテムかな。それより今はギロチンに集中だ。こんなのクリアできるのかよ。